どうもタブヤンです。怪獣物語ファットバジャーの城からお届けしております。広いねこの城。そして別れてしまいましたパーティー。これバブがねこの窮地のポイントになるんじゃない。バブ、クーマ、ここでは使えない。この中だと使えるのかな。ここ安全地帯だと思うんだよ。クーマ使えない。ズルはできません。この部屋の中なのかな。こっち行ってみるか。あ、パラパー来た。これ特技エスケープ。わ、ヒットポイント1になるんだ。パーティーで1人以上の時は。くわ、命がけだね。行けるとこまでバブエスケープで行きたいと思います。全然わからん。あの真ん中の1個何なんだろうな。気になるな。調べようか。タブヤンプカシップ、なんかあるんじゃない。ここないのかい。プカシップ、どこに行きゃいいんだこれ。ここは、あ、階段。何もない。まずは合流したいんだけどな。あ、ここどこ。あ、道具屋、武器。あ、大気の杖、クピクピの文化、炎の鎧。でもお金ないんだ。お金結構全部揃ってるね。大気シリーズとか。道具は、あ、サラサの実売ってる。ダイナマイト。なんでここに来て酒とか売ってるんだろう。買っとこうかな。絶対なんか、いやー、戦士の友が欲しいな。神頼みんか。微妙だね。でも道具持てるから買っとくか。神頼み、はい。よし、ここはもうバブのエスケープ押しでいくよ。あ、ここなんかでも通ったんじゃない。あ、VP が足りない。しまったー。逃げろー。おほほほ、 VP、 じゃあホスピでいいか。 VP1 だ、1だとダメなんだ。あ、ここでも来たよね。え、ちょっと待って、これ来たよね、さっき2人でダゴン釣り。違うか、これタブヤンと来たんだったっけ。覚えてない。あ、これ開けれないよとか言ってたよね、ここ。え、ここまでは2人来れるんじゃない。ちょっとパス。これ2人来れたんじゃなかったっけ。違う、こっち。あ、違う。あー、いたー。見つけました。逃げろ。あー、どうする。逃げろ。あー、ダメだー。ちょっと見えたのに。逃げろー。あ、ダメだー。ポヨン死んじゃう。ポヨン、うおー。逃げろー。ダメだ見えてるのに。ぐわー逃げろー。いやいやいや、ポヨン死んじゃったし。あーっと、逃げろー。冷静になろう。逃げろ。
まった目の前で死ぬあちゃ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 。でもこれいけるよね、こっから。よし、いける。冷静、あそこまではいけるでしょ。よし、交代よし、合流いけんじゃない。よっしゃ、ついに4人合流できました。よし、こっからタブヤンで行くか。道具、ゴールドキー。あれバブなんで VP 少ないの。ちょっとホスピピス、さあこっから本番だ。48回目、さあ4人で戦うぞ。4人でもだいぶ苦しいけどね。なんかでも他にもアイテムショップありそうだよね、ここ。くまなく探そうじゃないか。えっ、びっくりするんですけど、どういうこと。2500パール、桁間違ってない。やったー。いや、これでもう死ねませんね。今お金いくら ?3000 パールある。うわー、これ大事にしよう。ちょっと先にとりあえず、セーブしよう。クビクビ。100、100。クビクビ600。よし。落ち着こう。一旦落ち着こう。合流したからね。まず、アイテムとか、くまなく取っていきたいよね。とりあえずバブだけホスピ探す。え、パン？パンってなんだ？序盤にあったっけ、パンって。で、問題はここですよ。これが開けれるかどうかなんだよね。ゴールドキーで開けれるのか。シルバーキーでは。なんだこれ、牢屋みたいなやつ。塩の壺ではない。あの左上の宝箱って絶対上から落ちてくるしかないよね。入り口ない。隠し扉とかあんのかな。全員攻撃。一撃では一ターンでは死なないでしょう。オッケーオッケーオッケー。あ、バブが守備力弱い。魔法ホスピピス、バブ攻撃、バブ守り。バブの守備力が、ポヨンがちょっと守備力高いからね。うわ、それでもこれか。ホスピピス、ポヨン、守り攻撃。いや、でも4人いたらなんとかいけんじゃない ?4 人の力で。ポヨンディフェンスですよ。攻撃、クピクピ守って、バブがホスピ。ホスピだとちょっと足りないんだけどね。あ、バブ死ぬな、これ。やばいやばいやばい。よし、クピクピーバブ。ホスピピスだね。クピクピーで、1回の戦闘でもうね。で、みんなこんなとこに、こんな強い敵いるとこで生活してるけど大丈夫なんかな。よく生き延びてられるよね。あ、なんか井戸みたいなのあるな。あれ、脱出口だったりしてね。全員攻撃。マングマ倒したことないかも。
ずさっきあのタブヤンとバグが来たとこの道具屋行ってなんか買い物したいね。買い物すればするほど強くなる。クロースクピクピの魔法封じ込めだ。一番ダメなやつ最悪だ。ああよかった、経験値13少な。ああ間違った、ちょ危ない危ない危ない。ホスピピス、あの移動でもこんにちは。愛の剣は奇跡の剣、この剣を持つ者はそれだけで奇跡の光に包まれるでしょう。あ、ラバンが、ラバンにキングソードとクイーンソード見せたらくれるって言ってたやつだね。失礼、くしゃみ止まらない。え、一回ちょっと戻戻ろうぜ。全員攻撃、一回どっかの宿屋に戻りたい。最初の宿屋どこ行ったんだろうな。闇の宿屋だったかなんか名前忘れたけど、一回ちょっと全滅したくないんだよね。もうお金減らしたくないんだよな。クピクピホスピピス、あ、ここじゃないな、さっき来たの。さっき来たとこに戻りたい。ここは、あ、ここだ、よし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 。武器、まず大気の杖、3600パール。大気の貝、クピクピ、魔法の剣。あ、でも防具先買った方がいいか。ちょっと待てよ、炎の鎧、炎の盾、タブヤンだよね、火だから。炎の盾は持ってます。ドラゴンスーツか、炎の鎧の方がいいのかな。微妙なんだよね。他は、大気の盾、大気の鎧、クピクピ、大気の盾、大気の鎧は持ってます。よし、じゃあ魔法の剣のとこ買うか。攻撃力68、68から大気の杖、クピクピ、68から、はい、いくつ、68から78、10ポイントアップ。大気装備全部揃いました。攻撃力10アップか、まあまあだね。 OK、 あと神頼みとか売ってるけどな、ここ。まあいいか。どうする、こっから迷うな。でもしらみつぶしに行くしかないね。まず宿屋を見つけたいなこの下宿屋かな、これ。違うかな、なんか入ってみようか。ここプカシープ、誰かいる。あ、落ちた、なんだよい。あ、ここか、ここなんか見覚えあるな。教会の、あ、ここか。え、あの人なんとか喋れないのかな。もう一回行ってみる、もう一回だ。戻ってきた。落とし穴の位置がね、こう回ればいいんじゃない。よっしゃ、行った。いらっしゃいませ道具屋。あー、そうなんだ。神頼みっぽい。あ、戦士の友売ってる、やったー。で、武器は、うわー、なんかすごいの来たー
氷河の槍、氷河だから氷だから水だからポヨンかな、ポヨンっぽいな。で聖なる衣、誰か持ってたよね、聖なる衣。まずポヨンチェック。聖なる衣だから、わからんな。それともう一個は第一シリーズか。第一シリーズは第一の回バブですね。あ、第一シリーズはもうマント、カブト、盾持ってます。マント、カブト、盾、あ、ムチか、大地のムチ、氷河の槍と大地のムチだね。7300貯めよう。バブ、これも落ちていいよね、わざと落ちよう。7300貯める旅なんだけど、あと戦士の友も売ってるしね。あとは回復だね。問題は回復をどこでするか。どこだ元の宿屋さんは。最初の宿屋に行きたい。それが今一番重要なことですね。長期戦を覚悟したいから。全滅したらお金なくなるから。いい武器屋見つけたんだよ。守り、ポヨン、バブがホスピ、バブがホスピピス覚えたらな、メンバーのバランスがだいぶ良くなるんだけどね。よし、クピクピのホスピピス。これ戦士の友で回復をずっと続けるってもう無理だよね。お金が枯渇。でも戦士の友はね、どうしよう。これここの下なんか怪しくない？見慣れたとこに行けばね。あ、見慣れたとこなんじゃない？ここどうだろう。上が行き止まりだったよな確か。ここ、あ、ここ宿屋なんじゃない？もしかしてなんかそれっぽいとこ来たよ。来た来た来た。回復さえすればね、また長く戦えるから。いやー、バブ攻撃操作ミスするなー。こんな低いレベルで来るとこなのかなこれ。クピクピホスピピス。ここ曲がれば宿屋っていう記憶間違ってなければ。あれ、あ、違う。わしの肩を揉んでくれ。はい、おお、気持ちいい。なんていい人だ。どうもありがとう。では気をつけてな。それだけいい家にしてみようか。今はそんなことしてる場合ではなかったの。よいか、ファットバジャーの部屋に行くには井戸の部屋で潤いの砂を使うのじゃ。メモしとこう。これ一番し最後っぽい情報だけどな。井戸の部屋で、井戸で潤いの砂。いやいやいや、なりそうですね。ではさらばじゃ。いや、私は宿屋を探してるんですよ。あ、ここかな。あ、ここ、よっしゃ、ホテル真っ暗闇来た。480パール高い。来た来た来た。
よし、ここを拠点に捜索しよう。またゼロからの意味でね、行きましょう。やったね、これは嬉しい。まずはお金貯めてさっきの道具屋さんまで出張行きたいね。ブルマグマ、えげつないな。でもバブ守りさえすれば一撃で死なないからね、大ダメージ受けるけど、うん、いけるいける。経験値少ないな。宝箱、あ、お金、戦士の友か。お金欲しいな。あの2500パール持ってたやつ誰だったかな。あれ欲しいよね、あれ狙いたいな。探す、鍵がかかっている。ポヨンゴールドキー、戦士の友、あー捨てよっかな。ポイズノももう捨てようかな。いやでも、ま、ポヨンが死んでたらっていうことでね、こっちも取っとこうか。低い鳥出た、倒したことないよまだこいつ。クピクピが一人でいじめられたやつだ。クイドリ、クピクピの攻撃力ちょっと上がってるね、10ポイントね。でもともと攻撃派じゃないからな、クピクピ。ホスピ、とどめさせぽよん。まだか、大丈夫大丈夫、全員攻撃だ。よし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 、敵が1体ずつしか出てこないかったらなんとかね戦えるけど、長い戦いに。神頼みはどんどん使っていくか。もうホーリーとかもいらんよね。ホーリー捨てろ、いらんもんどんどん捨てていこう。全部戦士の友にしてやる。シンプルでいいでしょ。神頼みに使う。ホスピ。ホスピ。お腹が鳴っております、私の。戦士の友、いいんじゃない？で、階段入ってみるか。何もなし？あ、これ落とし穴ありそうだな。落とし穴をないな。どっか上から落ちてくる場所なんだろうね、ここは。どうしよう、ここまでで。まだいけるか。あ、首首ダメージ受けたままだぞ。よっと、ホスピピス、時間経つの早いな。ここの扉入ってみようか。まだ下の、ここを下に行く勇気はないね。一旦プカシップじゃないわ、ゴールドキー、ゴールドキーも1個でいいんだけどな。あ、タカオコダイナマイト、なんか売ってたよね、1000パールでね。下行ってみる。あ、何ここ、ゴールドキー使えない、シルバーキーか、ダイナマイトか、多分ダイナマイトっぽいな。使え、違うのか。え、シルバーキーなんかこれ持ってきてなかったら終わりだよね。ゴールドキーじゃないの。あった、シルバーキー。え、違うの。ゴールドキーじゃない、シルバーキーじゃない、ダイナマイトじゃない。何これ、時空リング、
なわけないよね。塩の壺か。何これ。絶対に通れない。一方通行なのかもしれないね。もうちょっと先に進んだらショートカットできる場所なのかもしれないしね。ここがお店だったっけ。あ、違う。初めて来ることか、これ。神頼み。いらない。神頼み。もういらないもんないかな。塩の壺4つっていうのがきついね。ホーリー捨てるか。水筒と酒はなんか持ってたいっていう。パンも手に入れたんだよね。これ落とし穴っぽいな。怖い。よし。私はアサシンだ。え？暗殺者？この地下迷宮のどこかにオーラの弾を持った点々ってなんだこれ。私の仲間がいるはずだ。しかしパンを持っていかないと何もくれないぞ。あ、そうなんだ。よかった、パン持ってる。これオーラの玉はパンがいるっていうことね、はい、オーラの玉はドラゴンキングを、何だったっけ、忘れたな。ドラゴンキングに効くのかな。ここは落とし穴ありそうだけど、ないか。これちょっと取っといた方がいいな。どうしよう、もうポイズの1個ぐらいは持っといた方がいいよな。なんかな、戦士の友使うか。しょうがない。これなんでかというと、ここに来たか来てないか分かんなくなるから取っといた方がいい。で、そろそろ戻ろうかね。戻りましょう。あの、深追いはしませんよ。一回戻ろう。次回やるまでになんか忘れてそうだな。あ、違う、これ下が宿屋だったね、確か。敵が強いけどそんなに経験値ないからあんまりレベルが上がらないっていうね。なんかありそうだね、これ。レベルよりもあの武器2つを買いたいよな、売ってたやつ。どうしよう。魔法ホスピピスでバブが守りかな。確実に1ターンで1匹倒していこう。あ、嘘！クピクピ死んじゃったー。なんで？イエー、なんてこっちゃー。あ、動揺した。バブ、あ、バブも死んじゃったー。大ピンチ。サラさんの見つかう？今が一番苦しい時だから使っちゃおうかな、サラさんの見。教会まで戻るって言っても、教会がどこかもうだいぶ遠かったよね。ポヨンレベルアップです。新たな魔法覚えた。ポヨン成長期スコール。なんだスコールって。いやー、ホテル真っ暗闇。1800パールが惜しい。ということで今回はここで区切りたいと思います。どうする、生き返らせるために頑張って2人で教会まで行くか。サラサの実は確か2つ持ってたよな。使っちゃうか。あれ、サラサの実
ポヨンが1個。あ、1個だけ？サラサの実って1個だけ？頑張って2人で戻る。でもデコボココンビだから回復が次回までに考えておきたいと思います。それではまた、さよなら。